やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、QCY の新しい、開放型無線イヤホン、QCY AirBuds Pro Plus。本体との密着度が高く、いわゆる半開放型とか、AirPods型と呼ばれるタイプだな。今回、新型として登場したのにはしっかりと理由がある。このタイプのイヤホンは、LDAC 対応が貴重、LDAC に対応してる、さらに、マルチポイント対応が貴重、もちろん対応してる。そして、ゲームモードももちろん対応してる。さらに、集中するときにちょうど良い、アダプティブ ANC、という、外の音を減らすノイキャン機能までついた欲張り仕様だ。それでいて、実は AirBuds Pro Plus は、なんとこの手の機能ごたたかりイヤホンの中で最も安い。現在、ライバルになるイヤホンの例として挙げられるのは、エディファイアの W320TN などだけど、あちらも LDAC とノイキャンを同時に搭載しているんだけど、実勢価格で 1.5 倍ほどの差がある。それでいて、QCY は実力のあるブランドだ。アダプティブ ANC 採用の開放タイプ使ってみたいんだけどちょっとお値段がねと思ってた人には朗報となるぞ。再び改めてこの AirBuds Pro Plus の重要な機能をまとめてみようか。まずアダプティブ ANC を搭載、集中時に完全に耳を塞がず集中できる環境を作り出すことができる。さらに AI アダプティブオーディオという環境に合わせてチューニングした低音域をブーストした設定が標準で用意されていて、臨場感のあるサウンドに最初から設定されているので、最初に聞いた時にはかなりパワフルなイヤホンだなという印象になるはずだ。このイコライザ設定は ANC を有効にすると自動的に適用されるもので、音楽に集中し周囲の音が気にならなくなるバランスにしたいのなら、ぜひこの初期設定を適用して聞いてほしいな。そして、ゲームモードを搭載するのも結構重要。正直、LDAC モードでは、かなり遅延が残るんだが、LDAC 接続でない時には効果的な機能だ。ゲームなどでの使用の時には LDAC 接続である必要はないので、メインの使用内容を考えて、モードを選択してほしい。ゲームモードの切り替えは、左イヤホンを長押しで実施できる。ちなみに、ANC の切り替えは右側スイッチを長押しだ。スイッチは普通の静電型、そっと触れるとそれで反応するタイプなんだけど、誤反応を防ぐために、スリープモードを有効にすることもできる。もちろん、従来のボタン設定で全ての操作を無効にすることも可能だが、今だけはスイッチを無効にしたい。という時に便利だ。ちなみに、無効になったスイッチはケースに戻すと解除されるぞ。本機のアダプティブ ANC には、風切り音カット機能もある。こちらは標準でオンになっていて、基本的に操作は不要だ。風切り音があると、外でのウォーキング中なんかにも一気に便利になるので嬉しい機能。6000円程度のイヤホンでこれが実現しているのか。そして、マルチポイントに対応。マルチポイントは、スマホともう1台、別の端末に同時に待ち受けを行うことができる便利な機能。外出先から帰ってきて、PC つけたらそのまま繋がる、など、そういった点が便利だな。マルチポイントの設定は、QCY アプリから行うぞ。LDAC と同時に有効にはできないので、LDAC 接続を無効にした後、再度設定してくれ。QCY アプリは、本体内蔵のイコライザ設定の変更と、それから、これらの機能設定の際に使用する、Android に一旦接続して、これらの設定を好みのものに変えてからは、ほぼ使わなくなるだろうな。と、多機能っぷりは分かっただろうか。繰り返しになるが、この価格で、マルチポイント、LDAC、ゲームモード、アダプティブノイズキャンセリング、それら全てを搭載した、インナーイヤーは非常にレアだ。このタイプのイヤホンらしく、装着感も優しいので、誰でもライトに使える、でもがっつり低音と解像感があるイヤホン、という印象だな。TWS としてのスペック面で、もう一つ気になるのが、連続動作時間。アダプティブ ANC を搭載した、高音質コーデック対応の、この AirBuds Pro Plus のような TWS は、連続動作時間が短くなりがちで、事実、AirBuds Pro Plus も、それほどバッテリーの動作時間は長いとは言えない。交渉の連続動作時間は、5時間、ANC をオンにして4時間だ。その分、ケースのバッテリー量は配慮されていて、ケースとイヤホンを合計した連続動作時間は28時間、加えて、5分で60分の使用が可能になる、急速充電機能もついている。これは初期の充電速度で、全体がこのスピードで充電されるわけではない。完全な充電完了には2時間が必要なようだ。ちなみに、この手の ANC 付きオープンイヤーだと、サウンドピーツのエア4が、最も連続使用時間が長いんだけど、それでも、連続動作は 6.5 時間なので、QCY AirBuds Pro Plus がそこまで極端に短いわけではない。同じくらいの連続動作時間の商品は結構多いぞ。さてさて、そんなわけで、AirBuds Pro Plus は、十分な性能と、他社の価格破壊モデルに比べて、さらに一段お買い得、という、QCY らしいまとめ方をしてきたイヤホンだ。QCY イヤホンは音回りにも定評があるんだけど、音質についても見ていこうか。
パッと聞いた音質は、非常にパワフルで、抑補性が効いていて心地が良い。QCY の商品は、無線イヤホンである強みを活かして、イコライザなどの補正を効かせた状態で出荷されている。この AD バッツプロプラスも、低音側が補正され、高音も聞き取れるように伸びやかになっている。半開放型イヤホンは高音が不足しがちなものや、低音域の解像感が失われたものもいくつか見かけるんだけど、この AD バッツプロプラスに関しては、それらを補正感で解決しているぞ。ドライバーは 13mm、この手のインナーイヤーとしては標準的か、商品によっては一回り小さい 11mm が使われているんだけど、インナーイヤーでサイズを小さくすると、その分、音色が小さくまとまってしまうことがあり、13mm ダイナミックドライバーを採用した本気の出来は良好だ。そうそう、しっかり時間を測ったわけじゃないんだけど、パッケージの充電時間より、バッテリーが長持ちしている印象がある。僕は LDAC より、マルチポイント接続を選択しがちで、低データ用のコーデックを使うことが多いんだけど、LDAC って、実は意外に電池食いなんだ。SDC での運用なら、カタログスペックより実際の連続動作時間は伸ばせるかもしれないな。SDC でも、AI イコライザによる、濃厚な低音や、強調された高音域のおかげで、粗さは感じない、自然な空間表現とか、軽い装着感が魅力のタイプのイヤホンなので、あんまり音質には期待していなかったんだけど、最近のこれらの低価格インナーイヤー型の進化は凄まじいな。空間表現も自然で、適度に広いホールのような空間で鳴っている印象、低音域側に臨場感があるので、低音量でもがっつりと音楽を楽しむことができ、加えて、低音量時でも外の音に負けないサウンドが期待できるぞ。音質面から言っても、ライバルに比べてしっかりイコライザで調整された AD バッツプロプラスはおすすめだ。マイクの音質も補正技術が入っていて、良好であると謳われている。実際に、Windows で録音した音声を流してみよう。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。QCY の AD バッツプロプラスを今音楽を流した状態で、PC を使って録音しています。エアコンがついている部屋の中ですが、エアコンの音なんかは入ってないようです。音楽がこちら側に聞こえてるかどうかは不安ですね。それから音楽はもちろん、その、Bluetooth の通話モードの音質になるので、ちょっと聞くに耐えない音質に落ちてます。どうだったかな？音量も補正していないんだけど、はっきりとしたボリュームだし、声も聞き取りやすかったと思う。実用的な通話品質だ。というわけで、音色関係も充実。音質は良好で、イコライザのおかげで、拡張感のあるサウンドを楽しめる。QCY のイヤホンはこの調整まで含めて、初期出荷から適用されているので、しっかりと聞き取りやすく楽しく補正された音が好きな人に、特におすすめできるな。そういった個性面を抜きにしても、このイヤホンは多機能で、各機能が死んでおらず、かつ、お値段が同等品の中で最も魅力的。故に、QCY は一度使った人のリピート率が高い気がする。今回もしっかりと作ってきた印象だ。イヤホンやヘッドホンでは耳が蒸れて集中できないという人に AD バッツプロプラスは勉強や作業のお供に最適な一台だ。 LDAC でハイレゾ税もニッコニコである。唯一このタイプのイヤホン全般に言える比較的短めのバッテリーが弱点だけど、バッテリーが切れた？外で遊べと、こんなところだな。しっかりと作られている。音質面でも魅力的、価格面でも魅力的、機能面でも魅力的。それでいいんだ。それで去年一昨年くらいは、音質いいのに LDAC ついてねえじゃん、とか、マイクがダメじゃん、とか、どこか一要素が抜けてるイヤホンの中から、自分の需要に合ったものを探すのが低価格イヤホン市場だったんだけど、なんとまあ、この値段でこのレベルの商品が出てきたか。上位製品の刺激と差別化のためにも、単純により良い低価格市場のためにも、今後もぜひ、この熱量で行ってほしいな。といったところで今回はここまで。 QCY はもっと知られても良いと思う。